どうも皆さんこんばんは、ゆりかげです。今回ですね、今回も嘘つきゲームやっていきたいなと思います。前回の続きからかな。なので、前回はね、嘘つき会議開始する前に終わらせたんで、もうやっちゃっていいのかな。これでいいっぽいんだよね。じゃあ嘘つき会議やっていきたいと思います。皆さん、地下の会議室に集合してください。ちょっと、いきなり何？地下倉庫の下にこんな部屋があったんですね。ここは嘘つき会議の時しか開かない神聖なお部屋なのです。その神聖なお部屋とやるで何をするのかな。それでは早速本題に移ります。今から皆さんには嘘つき会議をしてもらいます。嘘つき会議？はい、これから毎日1回嘘つき会議をしてもらいます。そこで殺人鬼だと思う人を1人選んで処刑してください。処刑？今から？はい、なので今からここで1人死にます。そんなこと言ったって死にたくないよ。処刑する人を選べない。選べないですよ。あたつっぽうで選ぶものよし。ちょっと噛んじゃった。見つけたヒントで推理するのもよし。皆さんで話し合って誰か一人を選んでくださいね。無事殺人鬼を処刑し、殺人鬼がいなくなればゲーム終了。ここから脱出できます。そんなこといきなり言われても。でも必ず誰かを選ばないといけないんですね。選ぶって言っても一体誰が殺人鬼なのか。殺人鬼なんだ。ちょすごい噛むな。一体誰が殺人かなんてわからないし。それはもう記憶のない彼でしょ。だから俺じゃないって言ってんだろ。だってこの場で記憶がないなんて怪しすぎだろ。確かにそうですよね。まあ一番怪しいといえば彼だよね。このままじゃ俺が処刑対象に選ばれてしまう。俺は大里さんが殺人鬼だと思います。は？何デタラメ言ってんだよ。証拠を見つけたんだ。あんたが殺人鬼だという証拠。クソガキがいい加減にしろよ。まあまあそう熱くならずに、全ては嘘つき会議で決めましょう。それでは第1回嘘つき会議スタートです。なんか雰囲気あるな。ちょっと嘘つき会の方法。相手を詰める将棋やセリフをうまく選択して相手の嘘を暴こう。選択肢を間違えると自分の疑惑度が上がってしまいます。会議終了時、あなたの相手の疑惑より自分の疑惑が高いと処刑されゲームオーバーとなります。だからつまり、まあなるべくおふざけおふざけというか、まあの選択肢をミスらずにやって、で相手 の疑惑度、つまり大里さんのあれ疑惑度を高めさせろってことなんだろうね。大里さんが殺人鬼であるという証拠なんて、証拠をつかんだとは本当でしょうか。俺がどんな嘘ついてるといいんだ。言ってみろよ。もし証拠もなく俺を疑ってるな、お前も相当怪しいぞ。どうせごまかすための一本でたらめ言ってるだけだわ。でたらめなんかじゃないよ。俺は大札さんが嘘つきだと言える証拠を見つけたんだ。はあ、適当なことを言うな。そうだお、適当なことを言うなお。大札さんは自己紹介で大里武史を名乗っていましたよね。それが何か問題でも、あなたは本当に大里武史なんですか。証拠をつきつく。これなんだろうな。これかな。しんちゃんと、え、違うのかい。ん？ちょっと待って。あれ名前に関すること、あれは違うのか。これか、じゃあ。
シンプルに間違えちゃった。シンプルにあれは間違えたね。あ、俺の指輪じゃないか。やっぱりお前が盗んだのか。シャワーの後探してたんだ。この後に及んで泥棒なんて怖いわ。恐ろしいよ。返せ、今すぐ。そんなに必死になって。結婚指輪に何か知られたらまずいことでもあるみたいですね。ぐ、あれ、指輪の裏には真珠って名前が彫ってありますね。たけしと名乗っていたのにおかしいですね。あ、本当だ、名前が違う。これはあなたの本名は大里真二さんですよね。これは一本取られてな。でもこの状況で本名を言う方が不用心だと思うけどね。一応警戒して偽名を作ったんだ。別に怪しい目的なんてないよ。まあそう言われると別に普通の行為に思いますね。他の人も本名かどうか怪しいかも。ほらな、名前が違うからって何がおかしい。名前が明らかになったことで提示できる証拠があるんです。だと。あなたは野口証券に勤めていらっしゃると言っていましたよね。そうだが、うん、だから野口証券に、これだね、事例、解雇事例、野口証券グッドセレクト、これだってるね。相手の疑惑動画があった。これは解雇事例。あなたは野口証券に勤めていると言いながら実はすでに解雇されてますよね。クビになったってこと。でもどうして。優秀そうな大里さんがクビになるなんて想像できないよ。理由があるとすれば、例えば何か大きな不祥事を起こしたとか。不祥事、会社を解雇になるほどの不祥事って何でしょう。子供にはわからないだろうが、大人の事情ってもんがあるんだよ。へえ、大人の事情。大人の事情ってこういうのですか。だから大人の事情、これかな。あ、これだ、合ってるわ。一体どこからそんなものが。これは、あ、違う、これは違う、ミクさんだ。これは奥さんからの手紙。よくも私を裏切りました。不倫は重罪です。これはつまり、その通り、大里さんは不倫していたんだ。そしてそれが奥さんにバレてしまった。これは怒った奥さんから大里さんに宛てられた手紙なんだ。不倫とか最低ね。でも不倫したからって会社を解雇になることあるの。確かにただの不倫で解雇はさすがにありえないのでは。そう、そこなんだ。この奥さんからの手紙を読むとこう書いてある。うん、奥さんは野口証券社長の娘ですよね。これだろ。よし。それは本当だ。私の父である社長って書いてある。私の紹介で入社したとも書いてありますね。ということは大里さんの奥さんは野口証券の社長令嬢。その通りなんだ。大里さんはもともと奥さんのコネで入社したが、不倫がバレて解雇されてしまったんだ。よくそんなことまで調べたね。みんなの前で恥をかかされて最悪な気分だよ。でもさ、不倫して解雇されたからって何？俺は人を殺してなんていないよね。俺の印象を悪くしてみんなの目線を自分からそらそうとしたのかな。でも残念、お前が出した証拠は殺人鬼の証拠にはならない。依然として記憶のない君が一番怪しいことには変わりないんじゃないかな。そうか、嘘つきゲームでは殺人鬼の人を見つけて処刑しないといけないんだったね。確かにここまでの証拠では大里さんを殺人鬼とは言えませんね。その通りだ。大里さんを不倫して会社は解雇されてるけど殺人はしてないよ。いや、言えるんです。なんだと。実はこういうものを見つけたんだ。
これだよね。週刊誌の切り抜き。あ、マックスになった。これは週刊誌の切り端。どうしてそんなものが。これには野口証券の社長令嬢は殺されたと書いてあります。さらに犯人だと思われる旦那は現在失踪中らしい。ということは大札さんは大札さん、あなたは不倫が奥さんにバレてしまった。そして奥さんの父である社長に密告され解雇されてしまった。その後逆上して奥さんを殺害してしまったんだ。つまりあなたは奥さんを殺し今も失踪中の紛れもない殺人鬼だ。くそ。あ、もう確定なの。あ、もうなんか終わったのか。不倫した上に奥さんを殺害、なかなかの悪人ですね。黙れ。こんなのでっち上げに決まってるじゃないか。顔がなんかすげえなんかぐっちゃぐちゃな、なんか気持ち悪いな。なんかこれだけ証拠があるのにさすがに言い逃れは難しいですよね。殺人鬼を処刑すればいいわけだから、大札さんを処刑すればいいってこと。まあそうなりますよね。早く処刑だ、ここから出ろ。そのどうやら処刑対象が決まったようですね。皆さん異論はありませんね。やだ。誰か助けてくれよ。処刑なんて絶対嫌だ。黙れよ、殺人鬼はさっさと処刑だ。これは皆さんの決定ですからしょうがないですよ。諦めてパーッと死んじゃいましょう。その大札さんのために特別な舞台をご用意しました。それでは処刑を開始します。で一回処刑、主演大里真嗣。二人の愛に裂かれてでどういうこと。何が始まるんだ。やめろ、来た、何する、おい、待て、おい、あ、なす、あらら。いや、いい、喜ばしくはねえよ。処刑完了。モテモテの男はつらいですね。二人の愛に引き裂かれてしまいました。無残にも大札さんの体は、あ、違う、これはピョートルじゃねえわ、普通に自分だったわ。無残にも大札さんの体は二つに引き裂かれてしまった。このように処刑対象に選ばれた場合は本当に処刑されちゃいますから注意してくださいね。どうですか、自分たちで選んだ人が処刑されるお気持ちは。最悪な気分ね。僕は飽きそうだ。本当に処刑されてしまった。これで良かったんだよな。あれ、皆さん結構ノリノリでしたけどね。それにしても見事な推理でした。推理通り彼は奥さんを殺した殺人鬼だったのです。大札さんは見事嘘を暴かれてしまいましたね。じゃあこれでみんな出られるんだよね。よかった。早くここから出せよ。まあまあそう焦らずに。無事殺人鬼は処刑されましたが、ゲームは続行します。待って、牛上にさ、今気づいたんだけど、上にまだ、あれ、処刑の看板残ってるんだけど、あれ、これ俺だけ。まあいいけどさ、なんかすごい気になっちゃうけど、まあそのまま進めようか。どういうこと。話が違うんじゃないか。つまりまだ殺人鬼がいるということです。誰も殺人鬼が一人だなんて言ってません。殺人鬼が全滅したら出られると言ったんですよ。それでは引き続き頑張ってくださいね。まだいるのか。
てか、マジで疑心暗鬼状態だよね。誰を疑ってもおかしくないもの。そんなこと言ったって、殺人鬼を全員処刑しないと出られないんだろう。でも、どうすれば。というか、この瞬間も殺人鬼は私たちを混乱させようと狙っているかもしれません。つまり、私たちは全員が敵であり、味方。残っているのは俺を含めてあと6人。この中の誰かが殺人鬼なのか。とにかく殺人鬼を全員見つけないと、7日後には死んでしまう。とりあえず落ち着こう。頭を冷静に保たなければ。男部屋で少し仮眠でも取るか。でもね、正直このね、大里ね、さんね、正直ね、妻とに、あれ、不倫してたのさすがに良くないと思うよ。どの目線から言ってるんだろうって話なんだけどさ。どれくらい寝たんだろう。まだ体がだるい。まあこんな状況の中で熟睡なんてできるわけないか。どうやらまだ記憶は戻っていないようだ。一度寝たらいろいろ思い出すのではと少し期待してたんだから。それにひどく喉が渇いたな。とりあえずリビングに行ってみるか。リビングにはすでに数人が降りてきていた。おはよう。いきやすく俺に話しかけるなよ、殺人鬼。なんだよ、いきなり。挨拶しただけだろ。お前に挨拶される筋合いなんてないよ。それに、昨日寝る前に少し、寝る前に考えたんだよ。大里さんの嘘をばいたって、お前の疑いは晴れてないよ。やっぱり、現状ではお前が一番怪しいよ。は？だから俺は殺人なんてやってないって言ってるだろ。ちょっと、朝から喧嘩とかやめて。ごめん。もうここに来て1日経ちましたが、まだ記憶は戻りませんか？まだ何も思い出せない。そうですか。確かにあんたが怪しいこと自体は変わっていませんね。そんな、この状況において自分の情報は明かさないというのはとても有利なんですよ。そして今あなたは記憶喪失ということで、自分の情報を明かさなくても不自然ではない状況です。それが意図的か本当に記憶喪失なのか確かめようがありません。自分の嘘つき会議が始まったら、あなたに票が集まるのは、自分のじゃねえや。自分のはやべえ、それは。次の嘘つき会議が始まったら、あなたに票が集まるのはと自然だと思います。そうだぞ。でも、本当に俺は記憶が、ああ、前回の嘘つき会議のように、他の方が殺人鬼だという証拠が出てきた場合は別ですが。僕は絶対にお前に投票してやるよ。くそ、このままだと処刑されてしまう。早く殺人鬼の証拠を見つけ出さないと。2日目だ。まあちょっとキリがいい。てか2日目が始まったんだけど、2日目が始まりましたけど、あれから思ったけど、あれ、あ、これ何なんだろう。ちゃんと、なんだろう、エンドってことはない。他の、あれが合うのかな。まあ、それはまあ、後々として、ね、今回はね、これちょっと早めかもしれないですけどね、これ、社長、ほんとね、最近、髪がひるんだよね。うん。で、そろそろね、ちょっと短いかもしれないんですけど、今回はここで終わりにしたいと思います。では、大里さんが死んで、次は誰が殺人鬼なのか。では、また次の動画でお会いしましょう。では、お疲れ様でした。では、失礼します。